こんにちは、小林です。先日ですね、来年から保険を、うちの会社でも一生懸命取り扱っていこうということで保険の講習っていうものを受けました。その時にですね、よく分かったんですけども、適当に入ってると保険っていうのはただ損するだけだっていうところで、ライフプランっていうのが大事だなっていうのが、よく分かったんですね。で、不動産投資をやるときにもやっぱりそのライフプランというのがあった方が、具体的にどんな物件を買っていけばいいのかとか分かりやすくなるので、来年からはその不動産投資をするときにもライフプランというのが使えるように、今シミュレーションソフトを作っているところです。来年からはまたちょっと違った切り口での不動産投資ならびに保険なんかができるんじゃないかななんと思ってます。また来年からもよろしくお願いします。